系ギタリスト DDG です。ちょっとまず最初になんですけれども、先日アップしたケリー・サイモンさんがチャンネル登録をしてくださったっていう動画なんですけれども、実は間違えて削除をしてしまいまして、高評価をしてくださった方、あとまだコメント返していなかったのでコメントくださった方、本当に申し訳ございませんでした。また再投稿の方をさせていただいたので、もしよかったらまたご視聴いただけると非常に嬉しいです。はい、ということでね、今回はスピードピッキング、どうやったらね、早くピッキングできるのかということについてお話をしていこうと思います。で、ここのところずっと僕右手のその話ばかりをしていると思うんですけれども、実はね、今僕はもう右手ってほぼ無意識で弾いています。もちろんね、多少のコントロールはねするんですけれども、ほぼ左手の意識だけでギターを弾いているんですが、なのにどうして右手の話ばかりをしているのかというと、ちゃんと理由があって、毎回ねお話ししていることなんですけれども、ギター講師じゃないから正しい理論とか知識に基づいてのお話じゃなくてね、僕自身のその弾き方なんですけれども、僕の中ではまず最初に覚えるのは右手だと思っています。なぜかというと、音はほぼ右手で、決まってくるからだと、僕は思っていて、でピックの、ね、その角度とか振り幅なんかを毎回意識して弾くようになってしまうと、その時 の、ね、その体調とかね、コンディションによってね、ムラがね出てくるじゃないかなと、こう僕は思っていて、なんだろう、ほぼ無意識で毎回同じ、ほぼ同じピッキングができるように、していくのがまず大事なんじゃないのかなと僕は考えています。なので今回もね、左手の話じゃなくて右手の、話に、絞って、お話を進めていこうと思います。で、まずね、そのどうやったら早く弾けるのかというと、まず一つ、これは前にもお話ししたことなんですけれども、ピックを持つこのね、親指と人差し指の力はもう極限まで抜いておく、もう本当に触れてるぐらいの力で僕はピックを握っています。なんでかっていうとね、指に力が入ってしまうと手首ロックされてしまうので、思ったようにこう弾けなくなってしまうのでね、早く弾けないので、ピックを持つ力は最小限にしています。で、次になんですが、ちょっとね、僕の弾き方を見ていただくと分かると思うんですけれども、よくね言われるんですけれども、こう動いてるように見えませんか？腕を振ってるようにね、多分見えると思うんですけれども、これ実はなんですが、僕は全く腕を振ってる意識がありません。ここね、すごく実は大事で、実際に動かそうと思ってる部分、実際に力を入れてる部分と、動く部分ってね、その違うことがあると思うんですよ。その人間の体ってね、そのこう動かそうと思ってるわけじゃないんですけれども、実際にこう動いてる。なので僕は意識的にこう弾こうと思ったら多分弾けないと思います。こうなっちゃいますよね、腕振ろうと思うと。で、じゃあどうやって弾いてるのかっていうと、ある一箇所にだけ力を入れるようにしています。で、これね、今日は実はちょっともう一台カメラを、用意しているので、どこに力を入れているのかっていうと、ここに力を入れてます。実はなんですけれども、僕の早くそのピッキングをするポイントって、とにかくここに、この肘のちょっとね、この下あたりね、このあたりにグッと力を入れています。で、どうやって入れていくのかっていうと、先ほどお話しした通り、そのピックを持つ力を最小限に抜いて、で
これ力をねこう入れようとするときにどうしてもその何だろう、ここに力を入れたくなると思うんですけれども、とにかくここの力は抜いておきます。で、抜いた状態でこの肘のあたりにね、最初感覚がもしつかめなければ、もう肘に力入れちゃってもいいと思います。で、グッと一気に力を入れてます。徐々に入れていくわけじゃなくて、どちらかというと一気に入れて抜いていく感じで僕は弾いています。もう初速からトップスピードでいけるようにね、グッと力を入れるんですけれども、で、この時にめちゃくちゃ大事なことがあって、この肘の下あたりをこうボディにつけてると思うんですけれども、絶対にボディからこの肘を離さない。で、力をこう早く引こうと思えば思うほど、グッと押し付けるわけじゃないんですけれども、こっちにこう力って働いていくと思うんですね。で、こっちにこう動いてしまうと、ピックって平行からね、なんだろう、逆アングル、平行とかね、その逆アングルになっていってしまって、多分まともに弾けなくなってしまうと思います。もしかすると、思ったようにその早く弾けない方、ピックが弦にこう引っかかってしまう方の中には、力がどうしてもこっちに動いていってしまう方がいるかもしれないので、もしね、どうしてもそのピックが弦に引っかかるとかね、早く弾けないっていう方がいらっしゃったら、ちょっと一回ご自分の弾き方を、その肘のね、肘がこうギターから離れていないかをちょっと確認してみてください。で、こうなると、良くない理由が僕の中ではまだいくつかあって、こっちに行けば行くほど、指にまず力が入って手首がロックされてしまうっていうのと、こうなってしまうと肘のあたりに、ね、こう力が入れにくくなってくるので、どうしてもねこの肩のあたりに力が入ってきちゃうと思うんですね。そうすると怪我の原因になるのと、あと前の動画でお話ししたんですけれども、何回か前のね動画でお話ししたんですけれども、ミュートってめちゃくちゃ何よりも大事だと思っているんですけれども、ボディから肘がこう離れてしまうとミュートができなくなります。まあこのねフォームは極端かもしれないんですけれども、ちょっとでもこっちにこう力が働くとこうミュートが外れてしまうので、なんだろう、そのしっかりね、その なんていうのかな、そのミュート本当はしなきゃいけないね、その弦から手が離れてしまって音がぐじゃぐじゃになってしまうっていう現象がね、こっちにこう動いていくことによって起こるんじゃないのかなと思っています。なので今日のお話は本当にこれだけなんですけれども、力を入れる部分はこの肘のこのあたりで、ボディから、このね肘のちょっと下あたりをつけてるんですけど、ここは絶対に離さない。これが、スピードピッキングをする上ですごく大事なことになってくると思います。なのでね、僕もね常にこう意識をしているんですけれども、ここに関してはね、そのピッキングの意識って全然こうもう無意識でこう動くようになってるんですが、このボディからこの肘のこの下を離さないっていうことは実は毎回ちゃんとギターを弾く前にフォームを作るときにね、ここは必ず確認するようにしています。で、どうしてもね、やっぱりねその時のコンディションによってこのフォームとかもね、ちょっとこう崩れてしまうことがあるんですけれども、そういう時に僕が必ずやることがあって、僕よくそのなんだろう、ギターを弾く時のね正しいポジションのことを、自分の中でのね正しいポジションのことをニュートラルポジションって自分では言ってるんですけれども、そのニュートラルポジションに戻す方法が一つあって、どうしてもなんかこう思ったようにこうギターを構えられない時は立って一回弾くようにしてます。あくまでこれは僕の
場合なんですけれども、立って引くことによって僕はニュートラルポジションにしっかりこう戻すことができるので、実は僕は本当に調子が悪い時ってなんだろう、いつもね演奏動画撮ってますけど、演奏動画撮ってる時もこううまくいかなくて何度も撮り直したりするんですけれども、そういう時にねどうしてもうまくいかない時は一度立って弾いてしっかりね自分の中でのそのニュートラルポジションに体を戻すように、しています。ちょっとなんかまたよくわからないことを言ってるかもしれないんですけれども、伝わってたら嬉しいな、はい、でそのねしっかりそのポジションを作った上で肘をしっかり離さずに一気にここにグッと力を入れるっていうのが僕の弾き方です。はい、ということでね今回の動画は、以上にさせていただきます。はい、次からはねちょっと左手の、動かし方についてのお話もしていこうかなと思っていますので、またご視聴いただけると非常に嬉しいです。この動画を見てねいいと思っていただけたら高評価、チャンネル登録の方していただけると非常に、嬉しいです。はい、赤い系ギタリスト DDG でした。